皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、ちょっと私が考えたちょっと独自の理論なんですけど、世の中にある悩みは、大きく分けると、まあ8つに分かれるというものについて、ちょっとお話をしたいなと思うんですけど、いろんなね、考え方があるので、私が全てじゃないですし、もし違うのがあったりしたら、ぜひね、教えていただきたいなと思うんですけど、ではですね、早速ですが、ちょっとこちらをご覧ください。はい、これは二つちょっと掛け合わせているんですけど、まず左側の方から話したいと思います。めちゃくちゃ重要な今日話をしていますので、ぜひ15分間頑張って聞いていきたいなと思うんですけど、まずですね、左側の方ですけど、8つの悩みって、世の中にいろんな悩みがあるんだけど、8つに分類してました。まずですね、身体、体に関する、体に関わる、悩みっていうものについてです。まず代表的なものは健康ということですね。健康に、まあ、病気になっているとか、健康で痛いとか、例えばダイエットみたいなものも、ここの身体に入ってくると思いますし、そして次にある生死というですね、自分が、新しくですね、例えば子供が生まれてくることに関する悩みとか、あと癌とかですね、自分が亡くなることに関する、死んでしまうことに関する、悩みなんかもあります。私ちょっと思ったことがあるんですけど、実は本っていうものを、悩んでるときに、本買って勉強してですね、知識を得ようと思うことが皆様あるかと思うんですけど、実はこれって生死に関わることが多いと思いませんか？例えば子供が生まれるときに子供の名前を探すとかですね、あと自分が、癌になったときに、癌に関することについて勉強するみたいな、あらゆる本を取り寄せて勉強するみたいなのも、ここに入るのかなって気がしています。そして、性欲っていうふうに入れましたが、性に関するですね、悩みですね。まあ、例えば、胸が、大きいとか小さいとかって問題もあるし、いわゆる生殖器に関する、悩みもあるだろうし、例えば、モテるモテないみたいな悩みもあるかもしれないし、性に関することですね。身体の悩みって結構多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。いわゆる、なんていうんですかね、コンプレックスになっているようなことなんかも、ここに入ると思いますし、例えば外見とかね、こういったことも身体の方に入ってくると思います。まずこれ一つ目ですね。で、ちょっと下行きましょうか。下、心技って今、精神の方ですね。心技体という言葉がある、もありますけど、この精神のことについて、話をしたいと思うんですけど、これは心の問題に、心に関する悩みですね。例えば美容っていうようなもので、美しくなりたい、綺麗になりたいっていうね、ものもあるし、まあ例えばモテたいっていうこととかいうこともあるかもしれないですね。まあ痩せたいっていうとちょっと身体に関することになりますけど、まあこのような、ものもありますし、自我ですね。まあ自分を認めてもらいたい、いわゆる承認欲求っていうようなものに関して、なんで自分は、多くの人に分かってもらえないんだろうっていう悩みもあるかもしれないし、例えば自分のですね、今後の将来の、野望というかですね、夢とか、こういうことに関して、悩んでいる、自分はこのまま大人になって大丈夫なんだろうかで悩んでたりするものもここに入るんじゃないかなというふうに思います。続いて今度右上の方に行きますけど、交流ってところに行きたいと思いますが、交流っていうのは、主にですね、右側にあるものと対になって考えると分かりやすいと思うんですけど、どんな人と、人間ですから生きていくために交流しなきゃいけないんですね。人と人がですね。その時に起きる大きなこととして、恋愛に関する、悩みですね。っていうのもありますし、当然友達に関する悩みもありますし、仕事上での悩みもあるかもしれないし、家族との交流に関しての悩みもあるかもしれません。詳しくはですね、これ右側の方で話したいと思います。そして、続いてはですね、右上の方に行きますが、場所というもので、場所というとですね、自分が住んでる住所に関して悩んでるっていうような意味合いではなくて、英語で言うとこのポジション、
ポジショニングっていうふうに考えてもらえればいいと思うんですが、例えば自分の地位とか名誉っていうもの、自分が、こんな場所でいいんだろうかっていう、こんなとこで働いていいんだろうかとか、こんなことを今していていいんだろうかとか、こんな人たちと所属していていいんだろうかっていう、自分の居場所だったりとか、ポジショニングだったりとか、本当にいる、自分の、物理的な場所であったりとか、こういうことに関して悩んでいる、というものが、場所に関する悩みに入るんじゃないかなというふうに思うんですね。そして、続いては時間に関する悩みっていうことです。例えばですね、成長というふうに書きましたが、自分が、どのぐらいのスピードで成長したいのかっていう、こと。まあ、人間っていうのはですね、基本的に、衰退したいと思っている人はいないので、まあ、成長したいと思っているんですけど、その成長のスピードですよね。それをどのぐらいのスピードで、成長したいかっていうことについて、悩んでます。例えば、小学校の子であれば、掛け算を、覚えるのに、1週間で覚えるのか、1ヶ月で覚えるのか、1年で覚えるのかって違うわけですね。車の運転を1週間で、マスターして乗れるようになるのか、1年かかるのかでも違うわけですね。このような、自分の成長、まあ、教育っても言ったりしますけど、に関する悩みなんかもここに入るかもしれないし、最近ではですね、時間に関する商品サービスって結構増えてるんですが、例えば、時短といって、もっと早くできないのかなということに関する悩みですね。早くできるんであれば、そういうものを買ってもいい。そういうサービスがあったらぜひ欲しい。まあ、わかりやすい例で言えば、いわゆる交通手段なんかで言えば、早く行きたい。新幹線乗りたいとか飛行機乗りたいっていうのもあるかもしれないですね。時短に関する悩みっていうのがあると思います。そしてですね、続いては、悠々って書きましたが、ちょっとこれいい言葉が出てこなかったので、悠々って書きましたが、逆ですね、時長ですよね。時間を長くするために、もっとゆっくり時間を過ごすにはどうしたらいいのかとか、いわゆる、なんて言うんですかね、ロハスって言うんですか、もっとくつろげる場所はどこなのかとか、なんでこんなにですね、忙しいんだろうかとか、こういうことに関して、悩んでいるというものも時間に関する悩みじゃないかなって思うんですね。そして、次に、右下の方に来ますけど、金銭に関する悩みっていうことで書きましたが、まあ、例えば分かりやすく言えば、もう利害関係ですね。まあ、商売においても、商売じゃないことにおいてもそうですけど、このことに関して儲かるのか儲からないのか、こんなことしていて、ね、割が合うのかとかですね、自分にとってこれは有益なのかどうなのか、お金だけではなくて、その有益なのかどうなのか。まあ、これには時間もかかってきますね。時間として有益な時間を過ごしているのかどうかっていうのも入ってくるかもしれませんが、こういうことに関する悩みであったりとか、まあ、単純にもうね、貯金ですよね。お金が貯まる、どうやったら貯まるんだろうか、ということに関する、悩みであったりとか、そして、借金ですね。お金がない。お金がないということに関して、まあ、お金を借りるとか、まあ、そうね、借金って言い方ちょっとなんか、あれですね、金欠って言った方がいいんですかね。金が乏しい、状態に関する、悩みみたいなのが、まあ、これも結構あると思うんですよね。そしてですね、続いて真ん中の下に来ますけど、相違って書いてるもの。これが実はですね、非常に奥が深いんですけど、人間っていうのはいろいろ生きていく中で変化っていうものがあるんですね。例えば、老化っていうことがありますよね。だん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 年を取っていくと、例えば力がね、出なくなるとか、肌がどん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 ですね、衰えてくるとか、もうこういう変化に対して悩みっていうのがありますよね。例えば、だんだん視力が、落ちてくるとかっていうこともあるかもしれないですね。あとは、移動というふうに書きました。これ移動ってちょっと難しいかもしれませんが、その人間ってですね、さっき言った物理的な場所から、例えば、引っ越しをするとか、例えば普通に、いわゆる、職業上の移動ですよね。職場を変わるとかですね。新しいとこに動くっていうことに関して、ものすごいエネルギーを使うんですね。
これは物理的にも使うんですが、このような移動に関しての悩みっていうもの。そして、あ、そうですね。一番上に書いてる相違って書きましたが、人間はですね、その、なんていうのかな、その、人と同じような人間は嫌だから、自分らしさを出しなきゃいけないっていうんで、自分らしさって何だろうということに関して、悩んでいる。これ相違ですね。で、あの人はこうなのになんで私はこうなんだろうとか、いわゆるコンプレックスとか、人と比較する。まあよくね、最近ではですね、ナンバーワンよりオンリーワンみたいな、スマップの歌があって、割とね、そういうようなことを、考えをね、変えてくる人も多いと思いますけど、そうは言っても、やっぱり、違いっていうものを求めていきたいっていうものはあると思うんですよね。そして、一方で逆にあるのが同一っていうのがあって、人と一緒がいいっていう悩みもあるんですね。その、まあ僕なんかに関して言えば、自分の名前っていうものが、ずっとね、コンプレックスだったので、普通のたけしとかね、陽子がいいんだけど、みたいな、悩みもあるわけですね。これが、まあ、いろんなジャンルにおいてありますけど、相違、変化、移動、同一という、他と違う、同じ、もしくは動くみたいなことに関する、悩みっていうものも、多いんじゃないかなというふうに思います。そして最後ですけど、罪と罰、って書きましたが、これはまあ、一応法治国家なので、法律というもので、動いてるわけなんですけど、そうした場合ですね、当然違法なことっていうのは、ダメなわけですね。だからその、自分がやってることに対して違法なことをしている、合法なことをしているってことに関して、悩んでる方は当然多いと思います。まあ、こっそりね、法律に触れるようなことをしているってことに関しては、当然悩んでると思いますし、まあ、不倫というものに関しては、これ一応法律上ね、違法っていうことにはならないんですけど、でもまあ、モラルとして、ダメだよねっていうことに関して、その、悩んでるっていう方も多いと思いますし、そして最後、後悔というのを書きましたが、これは悩んでいるものの中に自分として罪の意識がある後悔ですね。その、例えば、別に法律的にどうこうってことじゃなくて、小さい時に誰かをいじめていたとか、例えば誰かに、悪口を言ったとか、ね、なんかそういうことに関して悩んでるっていうことも、後悔、罪と罰系に入るんじゃないかなと思います。そしてですね、真ん中に書いた文なんですけど、実は悩みがあるっていうことも悩み、悩みがないっていうことも悩みだし、悩みがわからないっていうことも悩みですよね。っていう人もいます。で、まあよく占いとかですね、そういう時に、この8つの切り口から、聞いていくと、ほとんど当たるんじゃない。あなたは体に関して悩みがありますね、とか、あなたは心に関して悩みがありますね、っていうと、なんで分かったんですかみたいな話になって、で、その、この精神、心に関して、心の中だとあなたは美しくなりたいと、このまた3つぐらいからですね、言っていくと、当たっていくんじゃないかなっていうのが、これ左です。これ悩みに関するんです。で、右側の方はですね、実はこれ過去に、動画で話したことあるんですが、ちょっと若干変えたんですけど、まあ、補足で説明しておきたいなと思うんですが、まあ、8つの、縁があるということで、まあ、血縁関係ですね、家族とか、自分の祖先に関すること、で、大きく言えば民族に関してなんかも、まあ、ちょっと、大きく捉えてますけど、まあ、血縁ということに関して、民族に関しての、悩みっていうのはありますよね。民族の地位に関しての悩みとか、民族がいついつまでに時間を使ってどうこうしたいという悩みもあるだろうし。そして、自縁って書きましたが、いわゆる、近くにいるというね、近所とか、同じ同郷であるとか、同じ大学に行ったとか、こういうものに関する縁っていうのもあるし、いわゆる、何ですかね、物々交換とか、共有、貸し借り、売買というふうに書きましたが、いわゆるね、物に関する縁もあったり、仕事に関する縁もあったり、志、思いに関する縁もあったり、そして、今回ちょっと新しく入れたんですけど、ペットに関する悩みということで、犬、猫、生物、珍獣と書きましたが、まあこういうことに関する悩み。そして、インターネットの登場で出てきた、デジタル上の悩み。そして、人に関する悩み。縁ですね。このようなものの組み合わせになるんじゃないかなということで、
今日はですね、ちょっと時間いっぱいいっぱいお伝えしたんですけど、じゃあこの悩みのシーンを使ってどうしたらいいかっていうのは、続きをまた見ていただきたいなと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。